キャンプ・ハーディは沖縄県リノザムラーザ松田にあった米軍基地。1952年に強制接収されたが1975年に返還された。陸軍特殊部隊の多目的訓練場として各種の下記類の実弾演習等に使用されていた。極秘の原始砲の実写訓練場でもあった。現在は国際交流村として利用されている。場所。 ギノザムラーザマツダ変換面積267000平方メートル1952年に強制接収され陸軍はアジア地域援助第一特殊部隊の多目的訓練場として原子砲の実射訓練各種の火器類の実弾演習等に使用される現在国際交流村敷地として利用されている280ミリメートル銃の発射準備をする第663 野戦砲兵大隊米国陸軍通信隊の記録2955年11月の発射準備中の M65 280mm アトミックキャノンの写真が2点記録されている。2019年5月、ピューリッツは詳細集候補のジャーナリスト、アニー・ジェイコブセンが奇襲し殺し消える CIA のパラミリタリー陸軍と工作員と暗殺者を出版。 1960年代のキャンプハーディは、米陸軍特殊部隊グリーン、ライトチームの W54 サドムの極秘訓練拠点だったことを証言で明らかにしている。またジャングルを想定した実弾訓練も行われていた。また、第一特殊部隊のアジア特別行動部隊は、キャンプハーディはじめとして沖縄に訓練の拠点を置いていた。キャンプハーディ、 www.pref.okinawa.jp 2020年2月17日閲覧。原始砲松田小蕎麦に、夢の国と核の島2013年4月23日、沖縄タイムス、核と沖縄米軍基地、パートに、木の座の小学校の蕎麦で、原始砲をぶっ放した、米軍基地、キャンプハービー。オスプレイフアンクラブ、2020年2月17日、閲覧。 政治カはザ・チーフ・オブ・ギノ・ザ・セクション・オブ・オキナー・シニア、ハイ・スクール・ティーチャーズ・ユニオン、プロテスタント・アゲンスト・ザ・エクスプロージョン・トール、オブ・ピュー・ピルズ・エイティ・キャンプ・ハーディ。ナショナル・アーカイブス、ワシントン・ D.C.、2021年2月15日、閲覧。キャンプ・ハーディア土地開発。沖縄県。2020年2月17日、閲覧。ヤコブセン、アニー、サプライズ。 ヒル、バニッシュ、ザ・シークレット・ヒストリー・オブ・シー・アイ・エパラミラテリ・アーミーズ、オペレーターズ、アンド・アサシンズ、ニューヨーク、ISBN 9780316441438 く10億九十億九千九百五十二万四千六百一、https コロンスラッシュ www.worldca t.org スラッシュ oclc スラッシュ1099524601、アニーヤコブセン、サプライズ、キル、バニッシュ、ザ・シークレット・ヒストリー・オブ・ CIA パラミラテリーアーミーズ、オペレーターズ、アンド・アサシーズ、リトル。 ブラウンカンパニー2019年5月14日 ISBN978 から0 3 1 6 4 4 1 4 3 8オスプリフニュークラブ各都沖縄米軍基地パート1木の座のキャンプハーディは国秘の核兵器特殊部隊グリーンライト部隊の拠点だったオスプレフアンクラブ2020年2月17日閲覧写真図版 実弾が破裂するベトナム戦線さながらの訓練イコール1969年8月沖縄のアメリカ軍キャンプハーディー朝日新聞デジタル2020年3月1日閲覧スペシャルアクションフォースアジア www.soc.mil.2020 年3月1日閲覧ありがとうございます